体に悪い食事シリーズでございます。まあ体に悪いかどうかは人それぞれですね。こんなもんでね、体を蝕まれないような強靭な肉体を持っていれば全然楽しむことができます。ペプシコーラ3日連続、そしてこの大きなハム&卵、やっぱり2割引きですね。近くのドラッグストアで買ってきました。429キロカロリーですよね。いや、これがね、体に悪いということで食べられない方もいますけども、私はそういうのはへっちゃらだと思います。まあでもめったに食べるわけじゃないですからね。たまたま365日中の年間1000食のうちの3食がこれだけだっただけです。 0.3% の菓子パンとカレー、これがね、痛烈な批判に値するのか、それとも私のことをね、心から心配してくださっている方の愛情なのか、それはちょっといろいろあると思いますけども、とにかく今日はね、12月31日思い通りにやらせてもらいます。これを食べて飲んだからといって急に明日までの寿命になるってことはまあないと思いますしね。それにいろいろと好き勝手やらせてもらったんで、もうね、これ食べれたら本望でございます。はい、いただきます。うん、念のためね、レンジで温めてきましたからね。でもさすがに卵が入ってるやつを2割引きってことは卵は結構古そうですね。うん、まあいいか。まあ適度に健康に気をつけて、適度に健康を害してってことじゃないですかね。寝不足とストレスを感じながら仕事を辞めないことと、たまに菓子パンを食べること、ストレスって人それぞれですね、やっぱりね。うん、ちなみに皆さんの周りに休んでない自慢する方っています？寝てない自慢とかね。私はね、寝てないんだよとか言ってね、かつて雪印の社長が言ったもんですけど、うん、で私ね、この町内会の会長職今やってるんですけど、必ず言うのが、何々の役職は大変だったって言ってね、その役職をやった人が自分の過去やった役職が大変でした大変でしたってアピールするんですよ。これはだから、大変な仕事を自分はやり遂げた、すごいでしょうって意味が入ってるんでしょうね、きっと。で、もう一つは、まあ迷惑なんですよね。これは大変だったって言われれば、その役に就きたがる人減るじゃないですか。やりがいあったよって言い方はできないのかなと思っちゃうんですよ。あと、大変な仕事を大変じゃないように工夫するのが、その役割担当に課せられた人の、なんか、責務だと思うんですよね。で、楽しくない仕事を楽しく、工夫することもそれに含まれてると思うんですよ。だからつまんない仕事とか大変な仕事っていうのは、要するに何の工夫もしてなかったってことでしょ、その人が。私はそういうふうに自分に対してはね、課してますね。だからなるべく次の担当者が安静早楽っていうんですけども、安全に楽しく早く楽にできるように工夫して後任に譲るっていうのが、まあ仕事に関してもこういった地域活動に関しても改善していくってことだと思うんですよ。大変だ大変だとか言ってね、何なんでしょうね。うん、で大変じゃないようにやればいいですよね。中にはね、その町内会の役員を全うするために有給休暇を取って やらないといけなかったとかね、言いますけど、別に有給休暇取るぐらいだったらやんなきゃいいんじゃないかなと思うんですよ。要するにね、無理にその仕事をやっちゃうから、次の人もそれを、まあ、やらざるを得なくなっちゃうんですよね。あ、僕の能力そこまでないんでできませんでいいんじゃないですかね。で、なんか19時に集合とか言ったらね、いや、19時無理っすよ。常識考えてくださいよ。誰がそんな時間に会社帰ってこれるんですかみたいなね。早くても9時ですよ、帰ってこれるのは。だから、10時ぐらいから会議できませんかねとかね。え、だってね、平日にしても土日にしても
何、夕方の7時に集合って、そんな余裕のある暮らししてる人っているんですかね。いるとしたら全く見えてないですよね。今派遣切りとかは40代50代で派手に起きてる時代ですよね。住宅ローン問題とかね、そういった地域で暮らしてるのに、地域の人の苦しみがわからない人がなんか相変わらず昔のまんまの慣習でやってるというふうに考える人もいるんじゃないですかね、うん、どうなんですかね。やっぱりだから昭和40年代とか50年代に社会の第一線だった人が今それなりの年齢に達していて、いや昔はこうだったよっていうのはすごく迷惑だと思うんですよ。どうですかね。昔はこうだったって言ったら、じゃあ江戸時代はどうだったとかね、奈良時代はどうだったとかって言い出す人出てきますよ。だから昔はどうあれね、今はどうなのかとか、そして大事なのはこれからどうするのかってことだと思うんですよ。少子高齢化でこれから10年後と20年後今よりひどくなるわけじゃないですか。なのに昔はこうだった、昔のようにやろうとかね、うん、前例主義の最たるものですよね。悪しき伝統ですよね、うん、町内会費もね、電子決済、クレジットカード、暗号通貨バンバン使えばいいんですよ。いやインターネット苦手だからとか言ってね、インターネットじゃない方がこっちは苦手だっていう話ですよね。何、いちいち3時までに銀行行かないといけないんでしょ、誰が行けるんやって話じゃないですか。そういうふうなね、個人的には無理ですみたいなのをもっともっと上げていかないと実態見えてこないと思うんですよ私はね。だからこの1年私はそういうね、悪しき古き習慣とのいわゆる抵抗勢力との孤独な戦いだったかなということでございますね。私ね、何年もいくつもの会社を経営してきて、銀行に行くことってほとんどないんですよ。なぜか町内会だけは銀行に行ってるんですよ。予算規模全然違うでしょ、町内会ぐらいのね、しょぼい金額で企業経営の大きな金額、しかも生命に関わるわけですよ。なんだろうね、なんとも思わないんですかね。それともなんか集団幻覚がかかってるんですかね。地域活動はこうでなければならないとかね、人と人って会わないと信頼関係ができないっていうふうに未だに思ってるんですよねきっとね。この YouTube を通じても信頼関係できるし、 Zoom とかでも仲良しできるし、じゃあ外国人の友達ってどうやって作るんですかとか、外国との商取引どうするんですかって話じゃないですか。一回も会わなくても何年もの付き合いをすることもできるし、一回も会ってなくても愛する人を見つけることもできるしね。だから直接会わないと気持ちが通じないっていうのはコミュニケーションスキルの問題だと思うんですよ。ネットだろうが電話だろうがメールだろうが手紙だろうが、思いを伝えることができれば伝わると思うんですけどね。と勝手なことを言いながら、ごちそうさまでした。ありがとうございました。コーラはね、これから飲みます。